これですか。そうです。オクラとキュウリです。オクラとキュウリ、はい、意外と合うんですよ。夏もご飯が入らない時とかいいですね。ちゃんと味見しました、私朝。ありがとうございます。プレゼントします。途中飲んでください。本当ですか。ありがとうございます。ビワちゃん、ビワちゃん、へえ。美味しいですよ、ビワちゃん。はい、ネットで調べてください。はい、ありがとうございます。29 years old. Thank you. 買ってきました。わい。レイの大好きポワソンのシュークリーム。どうだった？ね、良かったよ。毎回良かった。良かったけど。29歳になっちゃった。29歳になったら、え、もう来年で30かって思っちゃった。ね。うん、私まだ27だから。生まれただけです。さっくね。言うけど今学生じゃないから、その同学年とか関係ないから、結果生まれだから1995年生まれだし、なんその早生まれの人たちのプライドは27になって2ヶ月しか経ってないのに、なんで28ですって言わなきゃいけないんだよと。でも27、すごいね。いただきます。あ、誕生日おめでとう。ありがとうございます。乾杯しよう。乾杯しよう。乾杯。ありがとう。29歳になりました。すごいじゃんこれ。おしゃれすぎてすごいよ。ここ本当に柿沢家。多分違う。違うねこれ。ローズマリーなんて初めて使ったんだけど。ローズマリーとか聞いたことが3回目ぐらいよ。それはアボカドとサーモンのカルパッチョ。いただきます。うん、うん、お、うん、
オリーブオイルとお酢と塩、おいしい。クレイジーソルト。クレイジーソルトなんだから。買ったの。へえ。聞いたことあるけど何がクレイジーなのかは分かってない。クレイジーどこ行った。あった。クレイジーどこ行ったってなんか怖い。あ、なるほどね。いろんなスパイスが入ってんだ。そう。へえ。パン浸してオリーブオイルいっぱい使ってるから。うわ、しかもね、こういうパン、うー、最高。すごい、これ家でこんなできる。あ、うまっ。これ大変だったよ。あれをピッタリ茹でたら大変。あ、ご飯の口になってたわ。外でもこんな食べたことない。ない、うん、ちーちゃん家で食べたの。そうなの。これちーちゃん家のベーコンだけど。そうそう、すごくない。家それ家じゃない。この1年のさ、レイナの料理の伸び口をえぐくないね。上から目線のやつ抹殺。宮崎来てからじゃない。うん、そう。鶏肉をオリーブオイルにしっかりこうつけて、これ味なんだっていうなくていいかな、私は。まあ確かにカレーにオレガノ入れたみたいな感じで。オレガノは大事でしょ。大事。家飯最強じゃんって考えたらやっぱり日にち。日にちだね。うん、嬉しい。こうやって普段作ってないメニューを作ってくれるのは初挑戦。うん、もうちょっと改善できそうな気がする。なんか前よりさ、挑戦するようになってないね、いろいろと。前もっと保守的だったじゃん、うん、メニュー選びとかも。ちょっとこっちやってみようとかさ、これにしてみようっていうの増えてる、うん、全部ローズマリーをとか。最後の挨拶で。おしゃれにローズマリーなんて買ってみたけど邪魔だった。いらん。私には庶民の下なんで。何で来るよ。やるじゃないか。ミルクも下に合います。寂しがり屋かもしれない最近、うん、ママに LINE しといたよ。なんで、うん、産んでくれてありがとねって。え、すごいじゃん。すごいよ、そんなことができるなんて。親に感謝って言ってたから確かにと思って。産んでくれて感謝なんて言われたら泣いちゃうって言ってた。くまちゃんボーイだけやるんだから。くまちゃんくんです。29だよ、もうあっちゅう前やな、人生ってね、うん、どうだった人生は。本当だよ、さ、もう死ぬ間際の人みたいな。人生終わりみたいに言わないよ。どうだった人生。いや、あっという間、うん、なんだかんだあっという間じゃない。うん、大学からだって。うまく、あ、20になってからって今だな、うん、だからもっと楽しまないと。イエイ。29の抱負は、29の抱負は毎日を味わい尽くして楽しく生きるから。うん、楽しく生きるをもっと、何があろうと。あるじゃん。じゃあ、うん、本当は手紙を書こうと思ったんだけど書いてないの、うん、珍しいじゃん。それは珍しい、うん、だから言葉で伝えるわ。おー、すごい。欧米の読みだ。涙。ガルガルキーまだ。うーん、これで落ち着こうか。うーん、うーん、ちょっと落ち着くいっかい。うーん、うーん、長いの。なんでナチュラルじゃない。ね、変わったことがある。俺が、うん、わかる。子育てをするよね。そう、それはなんでか知ってる、うん、銀歯を抜いて体力に余裕ができた。マジで。なるほど、うん、でもそれはすごいね。最初はさ、うん、生まれる生まれる、うん、どうの、食べられた。
産む前とかは、大丈夫かなこの人って感じだったの。ひどい。なんか父親になる自覚がなさすぎると思ったから、これは離婚の危機だみたいな。どういうこと？それくらい。やっぱ男って生まれてからじゃないとやっぱ実感まで持てないよ、やっぱりどうしても。私はね、10ヶ月間の中で一緒に共にしてきたからね。そうそうそう、愛おしく感じてくれてることが嬉しい。人ごとの人はいると思うんだよ、生まれても。でも割と自分ごとに考えてくれるから。そう、我が子だもん、我が子。どんどん愛おしいよね。どんどん愛おしい。ごちそうさまでした。美味しかった。本当ありがとう。私はもうちょっとできる気がしてる。できるやつ。じゃあハッピーバースデーしようよ。いいよ。いいね、いい感じ。俺映ってないわ。見ちゃダメだよ。うん、見ないようにする。なんかね、すごいパティシエさんらしくて、うん、すごい評価がいい。そう。よし、電気消して。はい。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、ディア、シュウヘイさん。おー、おしゃれ。ハッピーバースデー、トゥーユー。おー、おめでとう。すごい。ムナ、見て、トノ、見て、これ。ムナ。あ、せーの。うーん。あ、なんか、火花が。うまい。上品なケーキだね。そう、単純じゃないよね。うん、愛をギュギュッとギュウギュウ焼きに詰めてみたんだけど。寒っ。